ティムケン111はアメリカのベアリングメーカーティムケン社とアルコ社が製造を開発した蒸気機関車。1930年ティムケン社は今後鉄道業界がローラーベアリングの市場になると見越し車両の摩擦の減少で保守が容易になり利益をもたらすと提案したが保守的な鉄道業界は見向きもせず厄介者として扱った。 ローラーベアリングは1880年代の発明当時は精度が低く軽車両しか搭載できなかったが1930年代には技術の向上で蒸気機関車にも装着可能になっていた既存の蒸気機関車にベアリングを装着してほしいと申し出るもすべての鉄道会社から断られてしまったティム検者は自前で機関車を用意すべくアルコ車に頼み込み全車輪に 自社製、ローラーベアリングを装着した機関車を製造し、1930年4月に完成した。番号は、カードの手札にちなんで1111と名付けられた。完成後、この車両は21ヶ月の間に13の主要鉄道10万キロ以上、重量貨物列車から急行列車に至るまで、あらゆる列車を牽引した。最高速度142キロで走行し、 牽引力試験では132両を引いて、勾配20パーミルを登った。講習の面々で女性3人にロープで引かせて転がりの良さを強調したのも宣伝効果を生んだ。保守の手間や軸やけ事故が減少し、10万キロ走行後も軸受けの摩耗が見られないという効果が立証され、アメリカの機関車にローラーベアリングが普及していくことになる。その後、 1111 11号は1933年にノーザンパシフィック鉄道に買い取られ、AHK2626 号機として運用され、1957年8月4日の運用をもって引退した。引退の際、ティム検査は保存のための買い取りを交渉したが、この時点ですでに解体されており、保存は実現しなかった。ありがとうございます。